ほれ、お兄さんのおごりだ。ありがとうございます、ランディ先輩。
組死刑家のティータ・ラッセルです。改めてよろしくお願いします、シュバルツァー教官。
あれ、シュバルツァー教官じゃないっすか。君は。お勤めご苦労様っす。アッシュカーバイド8組、戦術家の。なんか生徒たちにマメに声をかけてましたけど、さすがに熱心っすね。人気絶頂の若き英雄。あくまで卒業したばかりの新米。ランドルフ教官の報告で聞いたよ。なかなかの授業や教練で教えることも多いだろうし。はっ。ところで前々からあんたに聞きたかったことがあるんすけど、でかい灰色のおもちゃ乗り回して政府の犬として働くっつうのはそんなに気持ちいいんすかね。あ、死刑科の女子だったか。朝に続いてが。8組のアッシュさんにリーン教官でしたか。楽しそうなお話で盛り上がっているみたいで。そんじゃ週明けの気候兵教練楽しみにさせてもらう。気候兵教。あら、ひょっとしてお邪魔だったとか。いや、そんなこと。主計課所属ミュゼイーグレットと申します。すでに授業で何度かお世話になっていますが、ご存知でいらっしゃ。ああ、ちゃんと覚えて。トア教官からも話は聞いている。なかなかせ私程度の成績で優秀だなんて。実は私も教官の噂をいろいろと伺う。お近づきになれたら嬉しいなって。そうか、そういう噂は話半分くらいに受け取ってほしいんだが。ん？ああ、灰色の騎士。前の7組の皆さんのことや妹さん、公女殿下方面の噂です。弱敗者。
Thank you.
もしもし、リン？ちゃんと繋がってるかな？よかった。ちゃんとちょっと待ってて。今が。リン、久しぶり。先月通信で話して以来かな。顔を見るのは4ヶ月ぶりくらいだけど。種を沸かすと、オリバルト殿下の計らいでね、リンもアークス2を殿下から送られたでしょ。それに特別なアプリっていうのが入ってて、その機能を使って、うん、バッチリだよ。あ、そういえば誕生日も近かったんじゃなかった。卒業おめでとう。ゴタゴタしてたみたいだけど、無事就任できたみたいだね。うん、今月の頭からね。本当だったらリーンとも直接会いたかったんだ。あ、マキアスとかも一緒にね。マキアスらしいって言えばマキアスらしいけど、帝都知事のお父さんと微妙に対立する立場になるのは。リーン、そういえばトア会長も同じ教官として入ったんだよね。他にも意外な顔ぶれが集まってるって聞いたけど。
ママから送られた RPG ここにしまったと思ったんだけど、まだ引っ越しコンテナな。交換やナインバレによく来たな。玉か薬か何だって都合してやるぞ。檻を見て声をかけようと思って。ようこそ名ばかりのトリスタ放送へ。2ヶ月ぶりだね。
よ。よく来てくださいましたね、お久しぶり。ドミニオン第2位、箱使いライサンダー。それが私の正式な。私の身分は獣騎士、ライサンダー卿をサポートする聖杯騎士の見習いになります。始めようぜ。Thank you.
なかなかいい釣り場みたいだ。それかかった。逃げられたか。それかかった。逃げられたか。それかかった。これは期待できそうだ。悪い、待たせちまったか。え、この声まさか。レクター少佐ニシシ。ミリアム、久しぶり。リーン、だからいきなりタックルはで、いやー、無理言ってレクターについてきてよかったよ。また来週から任務でさ、いつ会えるかわからなくて卒業おめでとう、リン。っていうかすっごく背が伸びたね。ゴリジュくらいだけどな。ミリアムは変わらないな。元気そうでな。ふん。やれやれ。久しぶりだ、シュバルツァ。ここで会うのは本来想定。ったく、うまい落としどころをまんまと見つけやがったもんだぜ。何のことやら。自分にはさっぱりですね。ですが、お久しぶりです。ああ、そ、ハーシェル女子も久しぶりだ。さぞ憲兵少佐さん相手に。あはは、そ、当てこすりはやめてもらおうか、アランドール少佐。それとあんたともお久しぶりか、オルランド。うちの筆頭が無理を言っちまったみたいだな。らしくねえじゃねえか、スケアクロー。こっちこそ
あんたに借りはあったが、それこそ今更って。イーブンで行こうぜ。イーブンで。そう言ってくれると助かるんで。どうした、鉄血の懐刀、私のことは気にするな。いくらでも休活を いえ、お初にお目にかかります。帝国軍情報局特務少佐レクター・アランドールであります。お見知りおきのほど。乙女や上昇と違って確かにまみえるのは初めてか。私がここに赴任した流れを考えるととても初めてとは思えぬ。過大なお言葉、宦官の至りであります。こわ、あれが黄金の羅刹か。やり合ってるレクター少佐もさすがな面の皮の厚さだが。まあよい、そろそろ本題に入ってもらうと、しくしくもここに鉄道憲兵隊と情報局の、さてどのような面白い話を。
行くぞ。僕の番だね。行くぞ。行くよ。Thank you.
マイル。行くよ。行くぞ。
を開始します。敵発見、制圧します。ミロキさん、ハヤテ。みんな大丈夫か。私の番です。行くぞ。た。せや。行くぞ。頼もしい限りだ。あれ、ショットだ。畳みかけるぞ。せい。さてと、ガンさん、ブーチ、チェンジ、トース、やー、行くぞ。せい。せや。こちらの先生です。みんな準備はいいか。母ちゃん、バリア、ありがとう。行きます。マイ、私の番です。それ。敵集団を撃破。先に進みましょう。は。僕の番だね。マリ、チャージ完了です。せや。チャンスです。は。私の番です。詳細情報ゲットです。いくよー、それ、いきます。やあ、いくぞ。いくよー、ホワイトデコレーション、俺の番だな。はっ、いくよー、俺
私の番です。行くぞ。はっ。僕の番だね。キャッホー。どんな問題。行くよ。行きます。俺の番だな。お宝発見。はーい。私のいや。チャージ完了です。はっ。我が太刀は聖。見えた。形式番号 OZ74 ブラックラビットアルティナ。これより迎撃を開始します。あ、本当に一個違いなんだ。それじゃあ行くよ。ミリアム、君たちとの付き合いも長いし、ある程度は分かっている。教官、二人の出身が黒の工房という正体不明なところであるのも知っている。そこで過ごした時の記憶は消され、情報局に引き渡されたこの戦術核という不可思議な武装と同期する能力を持っていること。あはは、厳密には人間じゃないってことも。明言はしていませんが、類する発言は何度もしていましたね。確かに私たちはホムンクルス、人工的に生み出された存在です。
といっても遺伝子はその割には背が全然伸びないのはなと。それは同意です。まあ私にはまだ成長。僕だって負けないんだから。うすうす気づいていたし、彼女たちからもそれとなく聞いた。だが黒の攻防、結社を裏切って妖精で各地に出向、記憶を消された彼女たちはもちろん、ネクター少佐ですら一体どういう、何の目的でミリアムやアルティラを。おーい、リッ、もう何を。某体調が優れませんかなら大丈夫だ、気にし、ミリアムはミリアムだし、アルティナがアルティナであるのはそう。リーンってば、何当たり前のこと言ってる。そ、テスト評価に影響します。問題なければ。ああ、改めてレッツゴーだね。はっ、せや、さあそこだ。そこだ、あんた。はあ。さてと。ステータス、あ、僕の番だね。さてと。来た来た、俺の番だな。はい。
番です。うん、俺の番だな。せっ、よし、これで大丈夫だ。目覚めた気分はどうだ、ミリアム・オライオン君。君を新たな子供たちに迎えよう。まずは彼らからいろいろ学ぶといい。Huh!
行くよ。行きます。行くぞ。はっ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 。さてと。ありがとう。はーい。Thank you.